さあ、もう9月に入りましたからね。はい。これはまあ、皆さんがコンサートの都合で、今日は録音になっておりますけども。えー、言われたって。でもまあ、愛知県行くんでしょ？そうです。だから3日今日の夜が、そのコンサートができてるかどうか、大変な影響でね。これ大変、はい、初日なんですけど結構大きいな。初日なのか、やっぱり愛ちゃんの最後のツアーの初日なのか、はい、ということはやめるなっていうことちゃうか、これ。いや、まあ、もう神様がやめるなって、いうことかも分かりませんよね、これ。そうですかね。だからこれはもうね、要するにこういうね天気のものはもうどうしようもないからね、はい。だから振動も大変ですよ、もうこれ、うん、31時間ねラジオやってる中、はい、東京へ来てこの間は違う人に任しといて、はい、でまた今これ録音が終わったら、うん、すぐ、大阪に帰ってくる、その新幹線が、止まるかどうかっていう、うわ、大変、そんなさなかやっぱりもう我らの新田さんは、はい、やっぱり素晴らしい女紹介してあげるっていうだけで、はい、昨日東京から大阪から大阪から東京に一時お食事会ということで一時っていうことで乗り込んできたの乗り込んできたのそれね、はい、不動産屋のええ加減な、はい、私にビルを売りつけた不動産屋のええ加減なやつがいるんですけども、はい、震度20でも大丈夫やとわけのわからんこと言いやがってね、震度5でも僕日々行ったぐらいの家ですけど、その男がね、まあ、2人ともよう似てるんですよ、年取って独身で女にモテず、そのねモテない男が、女紹介しますよ言うてまた女のいないね、新田が飛びついたわけですよ、その餌に。ほいで大阪から新幹線でアホみたいにやってきて、ほいでたどり着いたら、やはり日本橋のね、うん、待ち合わせの、はい、その合コンの場所に行ったら、はい、その人がポッカーンと一人だけ、女子たちは、あ、さっき帰った。これも嘘、嘘なんですよ、これ。さっき帰った。これもともと来なかったと思うんですよ。まあ、ホラー吹き同士の戦いですから、何の影響もないです。もう、どっちがホラー吹いたかだけの勝負ですから、まあ、俺らやったら、お前、こんなんで東京呼ぶなって、怒ってしまうんですけども、新田さんは、そういう人ですから、はいはい、騙されたみたいな。天ぷら、天ぷらでも食べながら垂れて、これからの人生ちょっと語りましょうよ、言うて。うん、おお、それもええな、言いながら。喋って7時半に食事終わって、8時にはもう部屋で寝てました。わざわざ来たのに。そんな、そしたらどっかな、キャバクラ行くとか、クラス行くとか、わざわざ大阪からお姉ちゃん目的でやってきてね。天ぷら食べ、男、おっさん、おっさんですよ、その、サワー言うのももう。48ですから。はい。角刈りでサワーって言い切ってるんですよ。俺はサワーで日焼けしたとこ見たことないんですよ。それもホラなの。それもホラなの。もうお互いもう、ホラの吹き合いしてるから、どれが真実かわからなくなってきて、それともね。まあまあ、もう、そういう。他人の二人のことですから、こっちもそんな心配することもなく、はい、腕の方法の時お前、庄司がこの放送局へ連れてきてね、はい、ってことは、うん、ちょっと誰か綺麗な子結婚相手 いてませんかったら、ちょっとケイちゃんが今日来てるからということで、あ、ケイちゃんに紹介。加藤のり子に紹介して。そうそうそう。えらい嫌われました。加藤のり子ちゃんに紹介したの、さんまさんが。ほんなら、まつげのエクステつけてるんですって言うて、そうですか言うて、じーっと顔、顔を近づけて見てしもて、はい、気持ち悪いって言われてみんなに。はい、で、加藤も、あの人は嫌ですっていう。なんか勝手に加藤はなんかニッターマンとか呼んでますからね、マンつけてますから。まあ、ケイちゃんも今日ちょっと早めに来てたから、はい、聞いたんですよ。ケイちゃんどうなんですか、その、彼氏みたいになってな。はい。ほんならもう全然ダメですって言うので、うん、ほんならちょうど新田さんも来てはったんで、どうか、まあ、今日は、ちょっと顔見せみたいな感じでね。このガラス越しに。ケイちゃんあんなんでよかった。ケイちゃんも、はい、そろそろ男欲しい時やから。ケイちゃんちなみにいくつになったんですか。私今年31になります。31、だからもうね、はい、贅沢言うてる場合じゃなくなってきてますから。何もかもがね、はい、だからもう新田か郷田か、どっちかにしてやと。何択ですか。いや、いいじゃん両党。新田さんなんか本当に、はい、
あのもう仕事上ではもう近畿とエジプト動かしてるっていうそれぐらいの実力持ってますから。すごい。すごい。すごいんですよ。でもうちあの中澤優子がまだいるんでね、ゆうちゃんから先にどうですか。同じ福知山出身ですから。福知山ですか。ゆうちゃん。ゆうちゃん一緒に。ゆうちゃん気が合いそう。ゆうちゃん中澤殴ってしまいそうだからね。このホラー吹きがとか言って。これはもう仕方がないんで、はい、ああ、ゲイちゃんもでも女っぽくなって。本当ですか？なんか不思議な感じですよ。どういう意味ですか？どういう意味ですか？どういう意味ですかって、なんか私はやっぱちっちゃい頃から知ってますから、はい、ちっちゃい時というか、まだ若い時から。はい、まあ知ってますから、なんかそう成長っていうのかね、はい、だから高橋も高橋だけは成長せえへんねこいつだけだから、そうですよ、やめたら、女っぽくなったりとかするんでしょうけども、ね、こいつだけは本当に、成長しないかわいそうな、だから8年間一緒にいるんですけど、8年でしょ、8年です、8年向いてんのに、はい、女として成長してないのが非常になんか、不思議なところですよね、はい。なんかまた幼くなりましたね。そうそうそう。いや、でもこれで卒業して、またみんなとほら、お酒飲みに行ったりとか、はい、そういうね、場に行くとやっぱり大人になる。そうそう、ボーイフレンドを作ったりとか、うん、そういうことをするとやっぱ、いや、ホルモンのバランス絶対おかしいと思う。そうですかね。いや、人がやっぱ経験しなきゃいけない、道を経験してないからね、女として。だから、その辺はやっぱり、考えなきゃいけないよね。トーンと大人になるかわからないよね。びっくりするぐらい。突然、だから24歳でしょ？で、もうすぐ25です。あ、来週、再来週だ。本当だ。19日に。19月の14日。はい。アイちゃんの誕生日って聞くと、うちの娘の誕生日がその後5日後ですから、あ、そうやと思い出すんですよ。でも、おととしに、8月の19日に誕生日おめでとうって、電話入れてしもて、それがちょっと、誕生日の話はちょっとご法度ということで。契約ムード。契約ムード。まだいいよるもんね、なんかみんなでご飯食べに行ったら。あ、覚えてるんだ。今のちゃん、いや、嫁さんね、前、間違ったんだって。一月も、だから酒飲んでたんやと。19。だから一番真っ先に12時になった時にね、18日から電話かけたろかけたろってもう7月ぐらいから思ってたんですよ。今年は真っ先に、19日の日に誕生日おめでとうって、言うてあげようと思って、もう、そやね、はい、俺が7月ぐらいから予定したもんやから、もう、19と思って、ちょっと森伊蔵をちょっと飲みすぎてね、ふわーんとして、あ、そや、今日19やと思って、うん、電話入れたんですよ。ハッピーバースデー、ツーユーとか言って、ハッピーバースデー、イマルちゃんとか言って。ね、お父さん、いいよね、嬉しいけどね。立派な大人になってくださいね、とか言って、仕事頑張れよ、とか言って、すごいメッセージ入れたら、メールで返ってきたんですよ。声で入れたのにメールで、一月早いんだけど。一月早いんだけど。あれ以来、すっごい信用なくしましたよ。俺もう誕生日のことやめとこう思って。で、ニチカが1月誕生日なんですよ、29。俺もう誕生日もやね、もう大人やし、もうええかと思ったら、5月ぐらいにメール来て、ボス、今年の誕生日何もくれないってどういうことを言って。欲しいんだ。お前らも俺の誕生日何もくれんかったやねんか、ほんだらお前ってあげたじゃんって。お前パンツと靴下やなんか去年、ほんだらお前あれ、お前店で計算したらお前2700円くらいやぞ。計算したんだ。そやねん、それももらえない。社員割引で行こうとんねん、ディーゼルの。じゃ、もっと安いね。もっと安いね。でもやっぱ子供はね、そうです、お金の問題でないじゃないか。でもさんまさんのために選んだんですよ。違う、分かるやんか。俺のために選んだか選んでないかって俺が見たら分かるやんか。でもいいや、また新品もらったぐらいやからな。これでいいかみたいな。いや、新品もらったら十分ですやん。何が？いや、十分そうやってね、また新品でしょ？新品よ、もちろん。履いてないようなもん、もらうんだから、いや、私なんか、のりおさんに声ええパンツあるから言って、本人が履いた朽ちたパンツですよ。穴も開いて。言うたら履いたらたまたまか横からポロンと出そうなね、そんなパンツを3枚もらって、私、京橋のゴミ箱に捨てましたから、ね、こんなもんいるか言うて。のりおさんって本当に履いたものとか、自分のいらないものってこと、履いたものじゃなくて履いたもの当たり前や、履いたものもらった。そっちか、はい。
ほいでね、俺が昔、アシックスがね、限定で出したすごいジャージがあるんですよ。ほんならね、俺に欲しい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 言うて、のりおさん、さんもあのジャージ、かっこええなーって、ほんまにかっこいいんですよ。なんか、本当に少ない限定もんでね、作ったんですよ。それでね、あげたんですよ。ほんならね、一週間ぐらい経ったから、はい、構成作家の大越さんがそのジャージ着てたんですよ。ちょっと待って。あげちゃうんですか？いや、あげちゃったの。俺、欲しい欲しい言われたからあげたのに、それをまた あげてはるんですよ。あれ、不思議な感じしますよ。何の目的で欲しい言ったかわからないんですよ。いや、そういう人なんですよ、のりおさんって。それは欲しくないものも一応欲しいって言っちゃうっていうことですか？いや、欲しいもんだと思うんですよ。はい。で、私が離婚した時もね、はい、一人勝手にインタビューで20分くらい喋ってあるんですよ。さんまの離婚について。で、家に遊びに行った時にも様子おかしかったと。しのぶちゃんと、しのぶちゃんって呼んでたんですよ。でもね、うちの家も来たこともなければ、うちの前の奥さんにも会ったことがないのに、しのぶちゃん言うは家で料理出してもうたのに、あの時から様子おかしかった言うて、で、のりおさんが会ったんですよ。のりおさん、なんであんな嘘をインタビュー受けまんの？さんまちょっと来いって。なんでんのって、テレビ出たいねん。嘘でもついてテレビ出たいってお前、その気持ち分からへんやろ、言うて。あ、すいませんでした、言うて。謝っちゃった。謝っちゃった。俺が謝るはめになったんです。おかしいんで。分かったな、言うて。ここの、こういう癖があるんですよ。ここの歯の上をこう、こする。はい。分かったか、さんま、とか言うて。分かりました、言うて。だからまたな、悩みの相談を受けてたとかいうことも言い出すかわからんから、その時は許してくれ、言うて。もうちょっといい加減にしてくれ、言うて。まあ、吉本はそういう人が多いんですよ、大体が。ええー、加減な、まあまあ過ごしてきましたから、昔から。はい、それが今や、この会社が大きくなりすぎて、うん、そのええ加減な良さがなくなってきてるのが、非常に、寂しいですよね。だから、ものすごいええ加減にみんな暮らして。で、まあまあ、もっとちっちゃかったですからね、吉本は。ね。ね。もう、社員も芸人さんも一緒に飯食べに行ったりね。もう、昼ご飯食べに行ったりとか。もう、そんな毎日ですからね。庄司なんかそのお茶子のおばあんに、カバンの中に大根3本入れられて、はい、かカバン重たいな、重たいな、思って家帰ったら大根3本。大きなかぼちゃと。ほんで、70過ぎのね、おばちゃんなんか、お茶子のおばちゃん言って、学園を世話する人たちなんですよ。それがもう、もう70過ぎなんですよ、その時に。少女のカバンに大根入れたら言うて、何が楽しいのか知らんけど、お前表買ったやろって、それだけやろって。いや、それだけやねん。俺らも重たいな、俺らは。アパートまで持って帰って。番組の途中ですが、ここで土砂災害に関する情報をお伝えします。以上、土砂災害警戒情報をお伝えしました。ってね、旗ウロウロすんなとか、強い、訳わからないでしょ、その仕組みが、仕組みが、どうねね、俺でサバちゃんって言われたりすんだけど、こらって、勝てって、うん、て試合にとか言ってもう、また小曽根が酒飲んだるぞって、小曽根さんでも看板ですよ、その時にも、また小曽根が酒飲んだとかアホーって。カンペ借金取りや電話言うて。もう、姉さん言わんとってとか言うて、もう一番王様なんですよ。そのバランスが非常に楽しいんです。だから、この間も清志はさんまのまんまに来てね、はい、要するに全部興行が終わってんのに、トランプ清志とやってた時にね、全部帰ったから、自分帰りたいから、うん、で、不動入ったの、最後。はい。お茶子のおばあさんが、はい、最後最後に、うん、そういった父を掘り出して、お腰だけ巻いて、ほうきで、はい、こら目玉って言うて、帰れ言うて、もう、その畳をバンバン、お前ら帰らんな、帰られへんねや、この目玉と出っ張ーとか言うて、出てけとか言って、はい、わかる、ごめんなさい、ごめんなさいって、言うてたの、あれ、おかしいな、いう話を言ってた。吉本の大看板ですよね、安清といや。で、私はもう、新進気鋭で、ね、もう今、特々落とす勢いがいう23歳の頃ですから、それに説教する
お茶子のおばちゃんってな、不思議なそんな会社だったんですよ。それが今や、なんか物事が起こったら、やれ、記者会見だ、やれなんたらだ、っていうような時代になってしまった会社のイメージがとか、吉本なんかイメージなんか、もうへったくれもなかったですからね。だから私が、銀座のホステスさんに24歳の時に、騙されて、はい、怖いおじさんが、そのお姉さんのね、はい、怖いおじさんが吉本に脅迫の電話を入れて、はい、お前これをネタ買わへんかったら、週刊誌に売るぞって、はい、その人怖いおじさんが吉本に連絡入れたんですよ。はい、そしたら、売ったってって言ってた。吉本でね、週刊誌に乗るなんてこんなの、嬉しい。ありがたいことで。もう、そんなスターの仲間入りしたっていうので、売ったって言うて、ほんで。それで俺が出てるナンバカ月っていうところに、その怖いおじさんが電話あって、うん、何やろなと思って、お前とこの会社どうなっとんねん電話切られた記憶がありますからね。だから、吉本興業も大きくなりすぎて、まあ、アップロンドもそうですよね。うちもそうです。今はそういうおばちゃんはもういないんですか？いや、それがね、俺の時だけ今日ですよ。もう、だいぶ年になりましたけどね。当時の人。もう会社辞めてるんですけど、はい、俺と、庄司と寛平兄さんとすごい仲がいいんですよ。はい、で、金なくなって小遣い欲しいなと思ったら、はい、あの、うまい字を、もう。法廷でも来てます。近所の人に運んでもらいながらでも来てますから。隣同士に、前ね、隣同士に住んでたの、その二人。お茶子のおばちゃん同士がね。ほ、はい、れで、いつ死ぬかわからない言うて、部屋別々ですよ。隣同士やんけど。アパート。足に紐くぐって。両方とかね。動かへんかったら死んでる思ってくるって。毎日足に紐くぐって。でも、ね、寝返り打ったら足引っ張られるから、4時から思ってずっと目覚めんねんって。だからもうこの紐外そう言って。だから年に何回か今僕らのとこだけは来てくれるんでね、非常に美味しい、まあちらし寿司を作ってくれて持ってきてくれるんですけど、未だに関係変わらないんですか？何も変わらないですよ、その二人のね関係も変わらないし、僕たちにもその関係を変わらない。だからあのさんまちゃんって俺の時はもうすごいあの面倒見たから、はい、さんまちゃんなんですけど、庄司と寛平なんですよ。庄司さんまちゃんちゃんとお前あれしとるかとか、勘弁言って、嫁は大事しとるのか言って、なんだよ、さんまちゃん小遣いなんぼやったとか言うから、これこれです、ほんなら俺半分でええなって、お前のが先輩やなほさんまちゃんより多い目で待とけとか言って、どんなギャングや、ギャング。マジで。足腰は衰えてるけど、口は20代、20代。やばい。すごい。じゃあ、ほんまも、父掘り出して、しわしわの、おっぱい。ほいでな、たまにな、な、お前、おかん、お前、おっぱい掘り出したら、お前、あかんでって、吸うか吸うかとか、わっきわからへんな。よう、あんな集団で生きてましたよ。MBS、ヤングタウン嵐屋さんまです。庄司です。モーニング娘。の高橋愛と、道重てるみ、安田圭です。全略のコーナー！イエイ！というわけでね、もう9月であと30人しかモームスに入れないと、はい、ふと思うよね。30人どころかもう20何日。はい、1ヶ月ないですね。1ヶ月ないか。あっという間に。はい。そうなってしまうね。で、今後の予定まだ、はっきり決まってないんやろ？まだミュージカルだけです。ミュージカル1本決まってるだけ。はい。うわぁ、だからケイちゃんもそうして卒業したわけやもんね。そうです。なあ、はい、どんな心境なの、一つ、あと一月で、全て変わるんだとか思う。なんか、一緒にやってた時は、どん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 こう、嫌な部分も見えたりして、でも残り1ヶ月とかなってくると、うん、もうなんか全部可愛く思えてきて、メンバーのことが。ああ、なるほど、なるほど、ここで腹立った、あいつのここが嫌いやねんと思うところが、はい、あ、ここも愛しくなるんだ。でも最後の1ヶ月ずっと泣きっぱなしでした。怖っ。何やっても、もうこれでこのメンバーでやるの最後とか、最後のことが増えてくじゃないですか。あ、もちろんね。このメンバーでやる野外ライブは最後とか。こうして愛知県に行くのも最後とか。最後とか、あとこうやってみんなで、じゃあスタッフさんとご飯食べるのも最後かもとか。ああ、もう愛知県この気持ち、その気持ちわかるわけ。はい。あ、そう。もうなんかモーニング娘。大好きですもん。
やめといてんやことそう言うたんやそれやったらね勝手に出とったんやんけ足の方でそうそうそう卒業しませんって言うたらええ言っちゃうかな言っちゃうじゃん言わないですこちらラジオネームアクセス全力やのみさんこんばんは。こんばんは。安田さんは3月5日以来となる今年2度目の登場です、はい、そんな安田さんと一緒にドリームモーニング娘。で活動している藤本美貴さんが、うん、ラジオ、テレビ番組でうちのグループにもいい年しているメンバーがいるけど自分の人生を大事にしてほしいと言っていましたこれはいい年にもかかわらず浮いた話が一切出てこないという安田さんのことを言っているんではないでしょうかもうすぐ31歳になる男っ気ゼロの安田さんミキティのこの発言について感想をお願いしますこれ多分ゆうちゃんのことですよんいや二人のことちゃうかこれ安田一人だと思う本当ですかでもミキちゃんに言われますよくだろはいちょっともうケメちゃんさあそろそろさあみたいな大体なんでケメちゃんって言われてるのケメ子ケメ子っていうあだ名ですか、うん、メンバーがあのあだ名をつけてくれて、うん、そうケメ子ってあの我々の時はケメ子の歌っていう、はい、僕はケメ子に恋をしたっていうやつですよ、うん、そのケメ子、はい、それはなんか多分メンバーうちの井出香織がつけてくれたんですけど、うんカオリンは多分そのケメコの歌は知らなかったんですけど、うん、なんかその名前かんあだ名考えようって言った時にケイちゃんのイメージがケメコだったんで友達のなんか飼ってるウサギがケメコちゃんって言ってでケメコでいいじゃんみたいないいじゃんってえらい簡単にケメコっていう付けられたく名前つけたくない名前を付けられたわけですよねそうなんですよはあこれもかわいそうですけども、うん、まあまあと言いながらケイちゃんも陰でこそこそ男と遊んだりもしてるわけでしょやっぱ食事行ったり飲みに行ったり飲みに骨食べに行ったり骨食べには行ってますああはい、あ、それはまあだろう食事行ったりはしてるわけでしょ団体とかなんかもう30過ぎたらもうこのまま結婚できないんじゃないかなとか思ってきました、うん、いやでも恋愛しないことに30過ぎたらってみんなそまだまだやんか50過ぎたらまだわかるよ、うん、だけど30って女の子にとって結構目標じゃないですか一つの目標で30までに結婚したいとか子供を産みたいとかいう区切りが30であって、うん、でなんか30過ぎたらなんか次35ぐらいだからでもあの星野真里ちゃん我々の仲間で星野真里ちゃんが TBS のアナウンサーと、うん、昨日おとついか、はい入籍もう付き合ってもう7年8年もとか、長いんですよ、うんずっと、で、あの、前はね、TBS の人と付き合ってます、言うて。はい。で、アナウンサーかって言ったら、違いますって嘘ついてたんです、僕にはね。ほいで、俺は知ってんのかって言ったら、あ、サムさんも知ってる人ですって言われたもんやから、ずーっと俺、カラクリテレビしかやってないやんか。カラクリのスタッフが、の中にいると思い込んでたのよ。うん。だから、こいつちゃうか、あいつちゃうか。ほいで、昨日も、井上ちゃうか、誰々ちゃうかと思って、言うてたら、ゴーだっていうのがね、はい、僕っていう予測はなかったんですかお前はないなぁ、言うて、なんでですのいう話はしてたんですけど、だから、やっぱり、ね、その後に聞いて、我々もね、温かく見守っていたんですけども、うん、月8年、9年かなすごい。大学時代からですから、多分、ひょっとしたら10年。すごい。からずーっと一人はアナウンサーになって、一人は女優さんになって。すごい。まあまあ、子役からやってましたけどね、あの、うん星野真里さんはね、そのまま付き合って別れることもなく。すごいよね、30。もう想像つかないです、10年付き合うとか。ほいで、安田美代子さんにね、はい、先にね、あ、真里ちゃん、入籍しましたよって。なんでよって言うから。ごめんなさい、あいつ字間違ったって、わけのわからんことまた言ってましたよ。あいつ字間違ったんですよ。なんでよって。あの人自分のことしか考えてへんからね。なんか今、俺がなんか言ったら、なんか、なんでよって言うた方がええと思ったら、脳がね。わけわからない。あいつ字間、ようあいつ字間違うんですよ、あの人。前、篠田って太陽と沈む雲の。はい。篠田が体操ずっと長いことやってて女の子になるのが大学生だったんですって、うん、それでみんな「ええー、かわいそうに」っていうリアクションですよねそれをね「かっこいい」って間違ってるほんで今何かっこいいって言いましたねごめんあいつ間違ったあいつ
どうやったらそこを間違うか。わけわからへんねん。だからなんか違うこと考えてやんねん。俺やろ。聞いてないって聞いてないの。あ、聞いてない。何も聞いてないよ。聞いてない。適当に。何も聞いてないよ。昨日も大吾っていうね、あの、ウィッシュ。はい、大吾がゲストで、ね、担任の、昔、小学校の時の担任の先生が、はい、要するによく怒られて、コンサートに来たけど、昔、ちょっと喧嘩、あの、揉めたんで、コンサート来てくれたのに会えなかった。って言うて、そっから何年か、10年ぐらい経つんですけども、はい、ファンクラブに今、その先生が入ってる。か、入ってやるっていう、物語があって、うん、それでね、もうその答えを、ファンクラブに入ってるっていうのは答えだったんですよ。この先生が今、大悟くんが喜ぶようなことしています。なんでしょうっていうのが問題で、うん、大悟が全然わからなくて、うん、もう、いや、これはな、ファンクラブに入ってる。これ本人に答えさせてあげようって言って、あの、みんなが協力して、ゆえゆえゆえって、大悟の何やって、ほんなら前で、パーン押して、ファンクラブに入って答えてしまったんです。今までの流れは、まあ、クイズですからね。クイズですからね。まあ、間違ってはないでしょう。答えてもまあいいですわね、逆に。でも我々のね、この、この涙のアシストがね、はい、いっぺんに消されたんですよ。でもやっぱり、教え子がね、テレビで活躍するのは非常に嬉しいらしい。で、お前らの、あの、学校の先生とか、小学校の先生で、はい、そういう人がいらっしゃるかわからないんです。ああ、はい。あの、でもすごい応援してくれてます。私、この間観光大使になって、地元に帰ったんですよ。千葉県の、はい、富津市の観光大使になって、それで地元に帰ったら、あの、恩師の先生がお花渡したいって言ってるんですけど、って言って、恩師の先生が何人かで来てくださって、地元のお寿司と、持って、本当に嬉しいって言って、わざわざ来てくれて。はぁ、久しぶりに会いました。はぁ、これは俺、やっぱり嬉しいもんでしょ。教え子がテレビ出て頑張ってるっていうのはね、なかなかファンクラブに入ってるじゃない、ね、本人も言わずに。嬉しいですよね。で、ファンクラブに入ってると、テレビ出演とか、どこでコンサートあるかわかるんですって。うん。だから入ったらしいんですけども。それで、ライブも全部行ってるんですよ、ロックやに。もう、60いくつの先生ですけど、ロックコンサート苦手やから耳栓を持って行って、意味じゃあ、いや、だから頑張ってる、すごい、もう見るためにね。そうそうそう。結構ハードですもんね。ロックはね、60いくつの人にとっちゃハードやからね。だから若いキャーキャー言ってる女の子の中に、おじいちゃんが一人入ってるんですよ。素敵な話ですよ。そうして盛り上げよう思ったら浅田美代子全部潰されてる。大悟もなかなか答えなかったのも悪いんですけどね、こちらラジオネーム珍存しゃってったんがいただきました。全力やんだ皆さんこんばんは。大竹しのぶさんと今野さんの CM 親子共演が実現しました。大竹さんが作った肉じゃが二人で仲良く食べるストーリーで、幸せってこれよねという大竹さんのセリフもあります。このセリフはまさにさんまさんの幸せってなんだっけなんだっけのアンサーレフだと思います。さんまさんはこの CM を見られましたでしょうかって。見てないけど、これまだアンサーやこれな、うん、前もあのなんか、カードの CM で、俺のことを言ってるようなね、うん、前のお父さんは前のね離婚したお父さんはどうだろうって、うん、あの人は疲れちゃったからねとかいうセリフがあったんですよね。完全に俺に向けたセリフじゃないですか。今回もこれ完全に俺に向けた、幸せってこれよねって今あると答えて、これ、自分とこの事務所で今ある娘、これ取り上がって、これ二人でこれ CM やっとるんだ、これ。いいじゃないですか。まあ、自分とこの上司やから、いいじゃないですか。いや、いいじゃないですか、あれ今の。二人でこれ稼いでやな。はい。何のありがとう、養育費掘り込んでくれて、ちょっと返すね、とかいう言葉もなくやで。でも前、あの、ほら、なんか家の、なんか直すからいて。うん、改装費やろ。改装費の。あれ、まだもらってない。それね、あの、庄司ちゃん。まだ大竹さんに叱られるよ、お前が。え、でも、お前だってあなたが。俺が言った時怒られたの知らないの、楽屋来て。全然知らなかったよ。逆に、僕、代わりに取れたてに行こうかな思ってたぐらいでしたね。行って何本かもらおうかなと。言ってよ、それ。言ってくれてないじゃない。お前、あのお前、そこの部分しか聞いてませんよ。じゃあ、あれが舞台、おい、内装代返せ言うてやったやろ。はいはい、それからは聞いてませんよ。聞いてない。じゃあ、あの時お前、嫁さん見に来とったやろ、舞台、コント。
ほんでお前内装だけ返せ言うて、はあ、ほいで言うて、ここでも前言ってたじゃないですか、うん、ほんで楽屋に来た時に、はあ、あれは言わないでとか言っていや、そこ聞いてなかったんです、すいません、うん、だから、また怒られるよ、君。いや、怒られるよ、君じゃない君やしに、この情報を入れたあなたですよだから、ほんとできれば上司に取り立てに行ってほしいんだけどそんなわけにはいかない、ね、あ、そうですか、あれは、要するに内装してくれたんでしょ、あなたも軽井沢のベストを使うからね、ということや。あ、そうなんですか。そう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 、すいません、僕は勘違いしてました。勘違いした、お前お前そんな、謝れよ、今、大竹さんに。ごめんなさい。僕が謝らなあかんことですか、これ。お前が謝らなあかんことや。すいません。あ、お前。ごめんなさい。そんなねえ、まさか。いや、でもこうやってね、親子でこう出てるってのはいいじゃないですか。素敵です。あ、そう、はい、俺、親子で出たりね、夫婦で出るのが嫌いなんですよ。え、そもそも今のちゃんと一緒に CM 来てるの？あ、CM 来てないけど、テレビも一緒やらないですよ。へぇ、ベタっとするのが嫌なんですよ。あまり考えたらそうですよね、身内とか。一回もないです、結婚してる時はもうもちろん大竹さんともなかったし、離婚してからはね、この間もラジオ行ったりしてましたけども、テレビ出てくれたりね、僕の、はいはい、それはありますけども、僕は身内と出るのがダメなんです。出してやってくださいよ。誰？新田君。なんか遠目で違うやつちょっときついと思うんですよ。あいつお前周りにお前ほらばっかり置いとんねんから。お前、俺が長澤まさみさんのドラマ出てる時、あいつ明日ドラマなんだよなぁ、言ってみんなの前で嘘ついてやなぁ、はい。周りが信用してしもて。役者さんよ。さんまさんに推薦してもうて、はい、あいつは長澤まさみと共演やいて、ドラマの。はい、みんなにほら吹いて、はい、今日止まれへんねん、明日ドラマの撮影やから言うて。ほ、はい、で、家さっき帰ってみんなが、新田さんすごいって。すごい、まあ、いや、すごいって。信じる方も信じる方がいいし。な、まあ、その現場を見てないからね。新田さんが、新田さんが、寛平さんの、こう、地球一周見送りの時の、トーク、お祝いコメント、カミカミで、もう舞い上がった、そういうのを見てないから、結構、さんまさんの横に、いてるから、結構、トークとか芝居もいけるんだろうなって。うん、そう思えた。それで、嘘ついてみんなはね、北新地の、夜の街が、明日が、新田さん、長澤まさみと共演のドラマを撮るらしい。そんなな、街歩いてるのはおっさんが突然長澤まさみと絡むようなセリフを言えるわけないやんか。何の目的かわからねん。これ金目的じゃないよね。はい、出るから言ってみんな収益集めようと思ってるのか知らないんですけども。はい、それモテようと思ったってことですよね、きっと。まあ、そう。威圧したろう思ったんでしょうね、周りを。舐められたら。舐められたらあかん思ったんでしょうね。俺すごいよっていう、ね。そうそう。坂木くんって昔ね、はい、吉本のマネージャーと同じ病気ですよね。病気です。カンペさんに、カンペさん僕はトレアの、息子なんですよって言って、うん、意味のない嘘でしょ。あ、それ嘘なんですか？嘘です、嘘です。ほいで、坂木お前なんでトレアの息子って嘘つくねって。いや、カンペさんを威圧しようと思って。威圧しようと思う。ほんならカンペさん、その時借金あったから、その坂木にずっと用意しておったんですよ。お母さんから金借りられるんじゃないかと思って。その坂木君もこの間ユースケさんとバッタリ会ったんですよ。うん。ほんで、坂木のおったら、どこ行ったんですかって。まあ、どこかってあの人のことやから生活してるん違いますかって言ってすごいなぁ。すごいよ。そんなやつばっかり集まってくるんですよ。さらっと言えちゃうんですね。さらっと言えちゃう。さらっと言えちゃう。目的わかれへんやろ、はい、明日長澤まさみドラマやさんまさんの推薦で。って言うて、それを信じる方も信じる方やねんけど、その目的がない嘘やんか、はい、うわすごいって思われたいだけやけど、どうせバレる嘘やんか。確かに。放送日教えてくださいって言ったらバレちゃいますもんね。カットやって言おうと思うねん、あそっか。そういうホラー含まれには、でも今日昨日でも来てますからね、逆に。そうそう、東京から女いてますから言ったら、もう前も来とったやな、庄司が合コンセッティングするたら大阪から東京に、うん、
どんだけ。ただね、アイドルが好きなんですって。アイドルと結婚するのが夢なんですって。だから一番、第一目標は、高橋やと思うよ、俺は。愛ちゃん、ね。愛ちゃんゲットできたらすごいですね。大ニュースです。よろしくお願いします。礼してね。あ、どうも。西村智美ちゃんの大ファンですよ。昔の。だから可愛らしいアイドルがいいらしいんですけどね。そんなのね、その沢っていう不動産が用意した女も来ないぐらいですから、そこに高橋愛を狙うっていうのはもうね。でもお前あれやで、多分。滋賀県では、高橋愛がいいよって来られてよ、ぐらい言ってるか分かりますよ。今日ぐらい帰ったら。マジで。愛ちゃん、しつこいわ、とか。このうちは佐野厚川いただきます。はい、全力やんの皆さん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、私この夏。転勤になり、住み慣れた神戸から東京に引っ越してきたのですが、うん、なかなか馴染みません。関西との違いや、土地勘のなさに悩んでおりますが、ヤンドの皆さん、上京した際には悩んだことや地元の違いにびっくりしたことありますか？参考にしたいので、ぜひとも聞かせてください。東京という街ね。うん、これはもう、関西からやってくると人の多さに、とりあえず、うん、とりあえずびっくりするのと、朝まであんだけ明るい、六本木なんとか、新宿とか、はい、うん、こんな街が世の中にあんのかと思いましたね。私なんかもう30年以上前、東京に来てるんですけども、うん、木村は最初は千葉県でもやっぱりびっくりしたでしょ、東京は。全然違いました。うち千葉でも田舎だから、うん、うち電車1時間に1本しか通ってないんですよ。ああ。で、自動改札もないし。うっさってあの、基地があるところですよね。フッツか、はい、フッツは東京か。そうです。フッツで、うん、で、単線だし、だから単線、はい。はぁ。だから私たち待ち合わせするときに、いつも、何時でんねって言って、電車で集合だったんですよ。ああ、なるほど。7時の電車って言ったら7時。場所じゃなくて。はぁ、い、そこ行くからね。私東京に来て、メンバーと、じゃあ何時でんで待ち合わせするって言ったら、はぁって言われて、山手線があんなにいっぱい通ってるって知らなかったから、うんうん、こんな、で、わかるわかる。なんか扉が閉まるとびっくりして、もういやー乗り遅れるっていう感覚が、もう1時間。あ、そうか、そうです。これ乗り遅れて1時間ないから。だから、東京来て一番びっくりしたの電車でした。はぁ、千葉県でもそうやねんもんね。うん、沖縄の人が電車見たことないからですね。沖縄の人が。はい、見たことない。電車ないから沖縄は。だからバス停、停止めて、バス止めるでしょ、バス停で待ってても、日向ぼっこしたりとか、うん、暑いから動かないとか思われて、スーッと素通りするんですよ。だから全員手上げあるんですよ。だからビギンズが最初、東京来た時、地下鉄が来た時手上げたっていう。みんなそうやってましたよ。沖縄の人は。だから高橋なんかは、お前。もう地下鉄があることがびっくりしました。あ、うん、そう、福井はないのか。ないですね。あ、そうか、そうか、奈良もないわ。うちも、車両とかも全然1個しかないし、うん、1時間に1本だったんで、私も逃したらダメっていう感じだし。びっくりするよね。あとはなんかもう、ビルが多いことにびっくりしました。なんか、うちとかも駐車場も広いし、駐車場にお店もあったりとかするから、そこしかないからそこに集まるんですよ。わかるわかる。田舎はな。田舎、1個しかないから。いっぱい行くところがあることにもびっくりします。びっくりするよね。何も知らないところがあんだけ賑やかだったりね。へえとか思って、俺なんか小岩っていうところに住んでましたけども、うん、千葉県寄りなんですね。うん、総武線の端っこの駅なんですけども、うん、錦糸町とか亀戸とか行っても、まあ、1時、2時でもまだ高校としてるから、これなんやねん、この街と思いましたよね。あれは、道重は。道重はですね。でも、それも、やっぱり電車のその、線がたくさんあるのにもびっくりしたし、1本しかないと思ってたんです、世の中には。全部同じのが回ってると思ってたんで、それがいっぱいあるのにびっくりした。あと、バスが、200円なのにびっくりしました。ああ、そうか、そうか、そうか。山口は、この降りるところによってお金が近くて、降りるときにお金を払えばいいから、一番近かったら何十円とか、安いんですよ。ああ、わかるわかる。どこに泊まっても200円だから、それにすごいびっくりしました。ああ、そういうもんやよね。でも最初はなんか楽しいね、東京ね。最初は楽しいけど、俺は住みたくなかったんで、23ぐらいでこっち来てましたけど、
マンション借りたのが27。だから4年間、踏ん張ってましたよ。東京になんか。通ってたの？住むかっていうので、赤坂東急ホテルにずーっと常宿として。だからあの時、DVD とかやれ、そんなの、ビデオデッキとかもついてないホテルのね、うん、俺が持ち込んで、線自分で繋いで、ホテルで、ベーターの、あれ、ビデオ見てましたよ。カウンターに預けて、ほいでね、フロントに。帰るとき、大阪帰るときに、フロントに、そのデッキを預けて帰って。やったことあります、一回だけ。あ、お前もその時代か？お前ら DVD の時代やろ、もう。モーニングセル入ったばっかりの頃、なんか、ホテル通いしてるときがちょっとだけあって、本当にちょっと期間なんですけど、そのときに、ダンスレッスンのビデオが見たいんですけど、なくてビデオが。で、受付に行って借りました。あ、違うやんか、俺と。え、違う？借りたんだって。俺は自分でこうで、うん。あ、私は借りました。うん。違いましたね。うん、それ普通やんか。それよりもっとすごいのが、横山やすさんってホテルにちゃぶ台置いとったからね。ホテルにちゃぶ台、自分でこうで。これがないと落ち着けへんねんって。持ち込んだって。ちゃぶ台置いてるってことは、土足の床に座ってるってことですか？そういうことですね。ちゃぶ台、カンカンカン出しよう、もう折りたたみで。難しい。私、エレベーター捕まった時にね、王様君って言え、今からなんやと。いや、根を持てません。ちょっと5分だけ、横山と、ちょっと会談しましょう、言って。それで部屋に連れて行かれたら、ベッドの二つツインと押さえてあったんですけどもね、はい、そのツインの壁側のどっからシュッてその丸い、ちゃぶ台が出て、はい、コンカンカンカンって、おっ、これしか落ち着かへんねん、言って、冷蔵庫パンって開けたら他の飲み物がないんですよ。ワインしか。マンズワインがズワー並んでるんですよ、冷蔵庫に。何から飲みますかって言ったら、マンズワーって言ったら、マンズワー。ちゃぶ台にワインって不思議な組み合わせですね。すごい不思議だよ。確かになんかもう日本酒とかじゃないんですね。違う、ちゃぶ台にワイン、マンズワインちょっとキュッていこうかとか言ってね。でもう酒、僕は師匠酒弱いんですよって、いやとりあえずキュッていこうかっていう。いや本当に飲めない、キュッていこうかっていう。もうキュッていかしない。もう帰りフラフラなんですよ。ちょっと5分だけが2時間3時間ですからね。だからもう懐かしい、時代ですよ、あれは。そういうことですよ、ね、やっぱ東京は住みにくい。最初は関西の人は、言葉もやっぱり、俺らの時はもっと壁があったからね、今は大阪弁大丈夫でしょうけども。関西弁最初すごい怖かったです。だから時々怖がられるよね。うん。ゆうちゃんが関西弁じゃないですか。だ、私、東京の人たちってバカって結構言うじゃないですか。はいはいはい、バカとかって。そしたら、ゆうちゃんにものすごい本気で怒られて、バカって言うな、死ねって言われて。死んでまーアホーとか言われたんだ。でも、死ねの方が強烈だったから。そうそう、大阪人よくね、殺人を犯す言葉では、もうね、死ぬほど大阪人って人殺すの好きなんですよ、言葉では。死んでまえとか、ドタバカち割ったろかとか、殺すぞアホとか、いてまうぞとか、もうほとんど相手を、死にを、いたしめる、言葉が、やたら多いんですよ、関西って不思議な。これは怖かったでしょう。ドタマ勝ち割ったろって、もうすごい言葉やもんね。はい、頭割ったろかやったらまだね、優しいけど。女の子も使うんですか？ドタマ勝ち割ったろかとか言うな。使います、使います。死んでもやほーとか、お前なんか俺に物言うの10年も20年も90年も早いんじゃダーホーとか、90年も生きてるか、ほんとかとか言ってんのが多いんです。やっぱアホなんですね、しかも。アホはほんとら。あ、ほんだなとか。バカってあんま使わないんだ。バカは余計腹立つのよね。うん、バカって、大阪人はもうギャルしか使わないですよ、バカとか。そういう意味じゃないですよ。アホかーとか。アホなんて好きという表現にも使えますからね。え、うちあんたのことを好きやんけど、あんたどう思ってんの？アホかっていう。好きやっていう。あーあアホやなと、お前かっこええなっていうのも、アホやな、お前っていう。いい言葉。そう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 。うん、と、なんかね、飛び込んで子供を助けました。うん、かっこええなやけど、
あらね、お前アホやなーっていう、まあまあかっこいい言葉がありますよ。かっこいいですね。だからそういう恋愛ドラマなんかでも、それはよく僕は男女死ぬ時よく使いましたよね、その大阪弁の武器を。だからみんなが名シーンとか言ってくれる中で、別れたのにまだ話があるのって呼ばれてる時に、ややこしいやっちゃなっていう言葉があるんですよ、うん、ややこしいやつやっていう、それはもう完全にもうお前のそば俺しかあかんかっていう意味の言葉なんですよね。だからややこしいやっちゃなとか、もう堪忍してえなとか、もうそういう言葉が多い。ただまあ言葉はほとんど殺人ですよね。こちらいただきましたのは、黄色は膨張色や、新宿の皆さんこんばんは。先週の放送でさんまさんがおっしゃってましたが、今野さんのツイッターにさんまさんが登場していました。偶然運転、停車中に隣同士になったそうで、車中のさんまさんはちょっとびっくりした表情をしていました。今野、は、お小遣いでももらっておけばよかったわと冗談っぽくつぶやいてました。さんまさんデート中じゃなくてよかったですね。そこでやんの皆さん、まさかこんなところで偶然知り合いに会ったという体験はありますか。あいつ俺が汗でこれが今あると出会ったんですよ。すごい、そういう偶然あるんですね。偶然あるんですね。親子だ。親子というか、まあまあね、あれですからびっくりしますからね。だから前も言ったけど、昔こっちの隣の車が手振ったんで、俺がもうおいって不安やと思って手振り返したら、ずっと俺の車を尾行してくる車が、何やれと思ったら前キーッと止めて、うちの前の奥さんだったんですよ。あんたさ、不安だと思ったでしょとか言って、完全に不安扱いしたんですよ。お前もじゃあって言って、追いかけてきよったらしつこい。すごいね、ああいうとこ。ほんま、じゃあ、そう思ったら内装代かわいしてほしい。お前言うてくれ。内装代、お前半分渡せ。ちょっと、ちょっと、なんか武道の達人一人連れて行くわ。いや、別に投げんでもいいね。言葉で説得してくれたらいいねんけどね。だから、縁は、これが縁という言葉に、ね、片付けるのか、という点が偶然あったら、こいつすごい縁があると思って結婚して失敗した人もいるし、不思議ですよね。ただ私昔JAL の、CA さんにね、ずっと、何日か連続、大阪から東京に行く飛行機の中、真正面だったんです。うん。土屋根さんが座るじゃない。はい。その前の席で、で、また綺麗な人でね、で、揃って、はい、また次に乗った時に、またその人で、ほいで、縁ですねっていう話になって、縁ですねって、そこで電話番号聞いてご飯でも誘えよかったんけど、はい、次もっかい会ったら結婚しましょうかって言うたんですよ。はい、ほんで向こうも、そうですねって言うて、それっきり会わない。一生会わない。とうとう一生会わない。不思議ですよ。不思議だ。それはね、それで昔ハワイで知り合った女性がいててね、はい、その人と、ハワイで知り合って東京でご飯食べに行きましょうかって、ほら、要するに婚約、最後のシングル、最後の旅行だったんですよ。はい、婚約してらっしゃって。うん、婚約してらっしゃってね、ほんで最後も、結婚するんですって、これハワイから帰ったら、うん、って言うてて、あ、そうですか、ほんでまた、東京帰ったらご飯でもって言っても、はい、あ、結婚しはんのかと思って、思ってたんです。ほんで、それが仕事が落ちて、横山やすし人のメガネが、フロアディレクターが3219で、台本振り上げたら横山やすし人のメガネが飛んでしもて、割れてしもたんですよ。うん、夜中の、もう遅い時間だったんですよ。うん、来るな、あんたらって言って、買うてこい言うて。やってないって。いや、メガネはやってないんだけど、知ってるメガネは全部シャッター叩いて、うん、AD さん買うてきたの。ほんで2時間落ちたの、そこで。収録が。さらに。さらに、2時間落ちて、うん、で、彼女と待ち合わせしてんけども、会えなかったの。で、向こうはもう3時間ぐらい待ったらしいんだけど、うん、子供の時は携帯もなければスタジオやから連絡もできないって言って、でも、あ、これもう縁やなと思って、諦めて、ね、もうホテルに帰って連絡取りようないんですよ。店で待ち合わせしてて。あ、そっか。うん。ほいで、しゃあないなと思って、そっから俺らが結婚して、子供生まれて、そして、エレベーター、双子玉川高島屋。
エレベーターにポンと乗ったら、俺と今のと西川と大竹しのぶさんで、家族でポンとエレベーター乗ったら、その彼女と、子供二人と、向こう。何年後かよね。ばったりおったんですよ。すごーい。ほいでー、あの時の旦那さんって言ったら、いいえっていう。いいえ、あの時の旦那さんと破談になったんです。じゃあもしかしたらさんまさんと結婚してたかもしれないじゃないですか。だから、婚約してたのに俺と会おうかっていうことにしてくれてるのかな。だから悩んであったと思うんだよね、その結婚に。だから俺あの時ね、横山先生のメガネ飛ばなきゃ。結婚してたから。いや、結婚してたと思うよね。すごい。そんななんかビビビがあったんですか？あった、ものすごい、素敵な人でしたよ。本当に。ほいで、もう、それ、ほんで、向こうエレベーター開いて、子供と失礼します、言うて、出てきよってんけど、閉まった後、あれ誰って、あれ何なのっていう、とんでもない空気が流れて。そっか。いやいや、あれお前、TBS の受付の、あれ女の子やん。TBS にあんな人いないじゃん、とか。いやいや、もう、じゃあ誰やったかな、とか、言うねんけど、もう、もう怪しすぎて。怪しい。なんかえらい怒ってたの、評価ありますよ。怒りそう。子供二人、可愛らしい子供でしたけどね。そんなことあるの？そんなことあんねん。やっぱ携帯電話ない方がロマンチックですね。ロマンチックやなぁ。今なんでも連絡つけてる。そういうのないもんね。でも偶然ってまだまだないやろ。よっぽどそういうふうな。だから高橋なんかないやろ、こう出会って、自由に動けないし。うん、そういう、まあ、びっくりするような出会い。でもこの間、うん、ナンパされたんです初めて。偶然やちゃうなそれ。それ偶然の出会いとちゃうよ。いや偶然なんか前知っとった人と会うっていうのが偶然で。あ、それはないですね。うん、ナンパだってどうやってお前。初めてだったんでびっくりして。どこでどこで。え、コンビニで。おいで、なんて言われた。なんか、うん、なんかあバレたかもと思って、私も早く出ようと思って、うん、でもアイスクリーム買っちゃったから、うん、どうしようと思ってでもやっぱ出ようと思って、で普通にレジ行って。うん、出たら、なんか、まだ戻ってきて、その男の人が、外だったんですけど。え、どういう感じの男の人だったの？なんかちょっと、身長の低い。でもなんか若い。私と同い年ぐらいかなっていう男の子だったんですけど、なんか名刺を渡されて。ちゃんとしてるんだ。はい。これちょっと、携帯番号は書いてないんですけど、とか言われて。会社電話してください。なんか、会社電話してください。なんか、勧誘ちゃうかと思って。違う、なんかわかんないんですけど、とか言われて。なんかわかんないんですけど、なんか気になっちゃってって言われて。うん。おー、いや、から私とこうと思ったんだ、そいつは。あまりにも可愛いからとかそういうことやな。そうなんですけど、初めてだったんでドキドキ。いや、ええ男やないか。なんかわかんないんですけど、もしなんかあったら連絡くださいっていうことやろ。紳士だなと思いました、なんか。うん。ほんで、その顔はタイプとか、またいっぱい会ってみようかとか思わないのか、それ。あ、思わなかったです。じゃあ今もやで、はい。思わないの。まあ今は他人やからちゃいますか言うたって。ああ、初ナンパ。それもお前そんな、今からどこ行くのとか、言うような失礼な声の方が違うかったんですよ。違うかったんですよ。真摯やな。気になっちゃってすいませんみたいな。ああ、いやいや、そういう人は偉い。おいでなんかやっぱ、あの子綺麗から連絡先もしようかなと思ってもやめとくこと多いじゃない。あれを全てやっとけばよかったと思うもんね、人生。どうなってたか分からへんもんね。その時も横山康史長のメガネ飛ばなきゃ俺結婚してた大竹しのぶさんじゃなかったんですからね。そっか。そっか。だから正直に、そのお姉ちゃんところに内緒代、ちょっと言うてくれって言ってたか分からへんでね。離婚してたのは事実やから、絶対。なんでですか分かんないじゃないですか。離婚してたと思うよ。道すぎはそういう偶然とか。偶然は私、山口の時の友達がいるんですけど、お母さんの友達なんですけど、と普通に、東京の電車でばったり会って、で、わぁ、久しぶりみたいな感じだったんですけど、そしたら家もめちゃくちゃ近くで、東京で。で、そっからもう、山口の時もまあまあ仲良かったんですけど、東京ですっごい仲良くて、今もうほんと行き来したりとか。あ、お母さんと、お母さん同士で。ああ。でも電車なんてほんとに3分に1個とか、線があるじゃないですか。でもほんとにたまたま隣に座ってたんですよ。へぇー。すごいね。すごい偶然。いや、もう引き合うとか、そういうのは現にありますよね。しょっちゅう散歩とかも一緒にしに行ったりとかして。はぁー。いやいや、不思議なことってたまにはありますから。だから、ケイちゃんもね、早くその不思議な。そういう出会いに。感動するようなね、もうなんかこれは縁なんだと思わせて諦めて結婚してしまうじゃない。はい。それも必要やね。運命だと勘違いすることも。
でも最近あの、韓流ドラマも相変わらずすごくこう、ロマンチックな感じじゃないですか。まあ、ケイちゃん好きやもんな。そうなんですよ。だからそういうの見ちゃうと、なんか、夢見すぎてるんですかね。ああ。まあ、そういう韓流がいいの。そういう。なんかすごくロマンチック。またちゃん、あの、軍属。軍属かっこいい。へぇ、そうなんだ。かっこいいじゃないですか。いや、ね、ジャン・グンソクな、なんか、はい、この間韓国行ってきたけど、顔のパックの、はい、あの表紙がジャン・グンソクやね。はい、うん。ほんなお姉ちゃんにやったら、いや、ジャン・グンソクとか、なんじゃそのジャン・グンソクとか思ったら。いや、すごい素敵なんですよ。私、あの、CM を見たときに、いや、この人誰と思って。ああ。すごい調べました。あのね、ケイちゃん、はい。そういう人見ないと、もっと間近の、新田くんとか、そういう人をもっと見た方がええじゃん。この中でやったジャン・グンソク似てるの違う、違う。違うって一番遠いって。この中やったら。中でも一番離れてるって。違う違う。俺はちゃうやん、ジャン・グンソクと。なんで、ほとんどもうカボチャやん。この中やったらあれが似てるやん。違うですか俺、ペイオンジュンやろどっちかって言ったら、このコーナーやったら。ペイオンジュン、お前、ちゃんと思うやん。違う、違う。どっちゃんと思う。ちゃんと思う。この中で言うたら、おい、あいつじゃ、ジャン・グンソクや。ジャン・グンソクか。いや、そういうこと見すぎやって、ケイちゃんは。ねえ。もうちょっともう、身近なものを見なさいよ。ニッタとデートするより、ジャン・グンソク、テレビで見てる方がいい。そっち夢見てる方がいいですか現実より。そうそう、おしまい。そう。挨拶でヤムスはつかめますのコーナー。イエイ。このコーナーは私たちヤムスがファンの方たちの心を静かにするつかみの挨拶をリスナーの皆さんから募集し、素敵な挨拶があったら採用して実際にコンサートやテレビに使っちゃおうというコーナーです。一番いい挨拶くださった方には挨拶入り色紙を差し上げます。ちなみに先週は東京都のマナミンさんが考えた三重さゆみちゃんのドラえもんの替え歌がヒットしました。ヒットしました。優勝しました。優勝しました。はい。さあ、今日もあるんですね。そうですね。じゃあ高橋からか。はい、行きたいと思います。今日安田はもうかなりもう何ヶ月ぶりかやから。そうです、ね。あの安田ファンもかなりもう待ちに待ったもんが。気合い入れて。はい。密度の濃いのが来てるんじゃないのひょっとして。結構濃いと思います。そうやろ、はい、さあ、高橋から。はい、行きます。愛知県の黄色は膨張食屋さん。膨張食。膨張食屋さんからいただきました。膨張食って何？はい、すいません。からいただきました。はい、膨張食。膨張食ですね。膨張食。膨張食です。いや、ですやれんがな。膨張食や。膨張食や。膨張食。膨張だ、おう。膨張食や。膨張食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 。いつのことだか思い出してごらん。噛んだこと、なまること、あったでしょう。早口言葉の悪戦苦と、癒せませんの熱血指導、一生忘れません。ヤンド大好き、高橋愛です。また噛んだな、お前。噛むことのネタを噛むな。一番お客さんやっちゃいけないことですね。やっちゃいけないことですね。やっちゃいけない。だから、俺はもう、いつのことだかっていうのはコントでやったんですけど、いまだに風呂入ると、その歌歌うんですけども、俺らが替え歌で歌った歌を鼻歌でも歌ってるんですよ。庄司さんのことです。思い出してごらんって。あんなギャグ、こんなギャグあったでしょうっていうね。これをばっかり歌ってしまうんですよ。子供たちに合唱台の子供たちに歌ってもらったんですよね、うん、その替え歌を。それがものすごく庄司くんのこと、これがものすごく可愛らしいんですよ。あのおっさんに向かって庄司くんっていうのが非常にいい。さあもう一つ、もう一枚いきます。広島県の白ちまさんからです。白ちまさんからです。白ちまさん。私が昔福井県人だった頃、うん、弟は北京県人だった、うん、父さんは車のエンジンで、母さんは、染み抜きのベンジンだった。わかるかな、わかんねえだろうな。イェーイ、モーニング娘。高橋愛です。あ、お前ら知ってんのか、千鳥さんの。これ、あの、福井県のリカワールド花っていうお酒のお店の宣伝をやってくださってて。あ、それで見てたんだ。はい、だからわかるかな、わかんねえだろうな、リカワールド花っていう宣伝があったから。あ、それで知ってんのか。知ってます。はあ。これ四代目もろてんねんで。あ、そうやったじゃん。そうなんですか。将来なんかもろたな、お前。もうこれ本当に使ってもいいんですか？でもいいですって。へぇー。あの、千歳さんの、要するに。せやった。
その四代目を決めるみたいなんで。番組やったらしょ、やりました、これ。なんか。諸角屋千歳さんの四代目を決めるって言うて、富士テレビがなんかで、やっぱり、それで、明石家マンションか。いえ。なんかあったやっぱり。やっとった。あ、あっぱれだ。あっぱれです。あっぱれの企画コーナーで。はい、そう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 、諸角屋千歳さん。わかんねえだろうなぁ、とかいう。カラスやったっけ。なぜ泣くのとか言って。カラスの勝手でしょ。いえ。いえ。それ取り組め、それ取り組め。夕焼けや、先生。夕焼け、こう焼け。俺が昔夕焼けだった頃、弟は胸焼けだった、とか言って。そういうネタでしたね。懐かしい。さあ、道重。はい、行きます。大阪市の黒沢さんからです。はい、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 はい。道重探検隊、道重探検隊。リズムが取れずにさじ投げる。道重探検隊、道重探検隊。器用に操る遠近法。道重探検隊、道重探検隊。もらったまな板手につかない。道重探検隊、道重探検隊。大事なところで ABC、道重探検隊、道重探検隊、はい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 、MBS ラジオからお送りしています、道重さゆみです。これはもうフリチン探検隊が持ってきてるからね。そうですね。もうあれを超えるものはもう絶対無理やから、フリチン探検隊、どんな探検隊やねんっていう。これは道かわいそうや。もう、はい、そこ手出したらもうあかんと思うで、うん、先週もあれやったけども、はい、そうですね、さあ行きましょうか道口。はい、行きます。岐阜県の4番 S さんからです。先週のヤンタンでさゆみがセンターで歌っている彼と一緒に店がしたいの曲がかかった途端、タイミングを測ったかのように地震速報が入り、歌の神様ではなく笑いの神様を呼び寄せてしまった道重さゆみです。そうやったんかみたいです。俺らはそこを知らないからね。その時の登録があるみたいなんで、はい、ちょっと聞いてよ。はい、お願いします。以上、挨拶でやむすはつかみますのコーナーでした。さあ、はい、道重の歌をね、はい、聞いてください。それでは9月14日発売目の違う、14日です、14日発売のシングルを聞いてください。モーニング娘。で、彼と一緒にお店がしたい。番組の途中ですが、ここで地震速報を伝えます。先ほど午後11時30分。すごいこれやん、これ面白いやん。以上、地震速報でした。いや、笑いの鍵降りてるよ。これすごいよ。すごいですよね。すごいな。やっぱり私のソロだったんですけどね。だから、初めてな、道重がソロいっぱいある言うて、振って振って、ほじしの子入ったんだ。はい、お前、やっぱり、なんか今、エネルギー持ってね、そういう引き寄せる。いらない。こんな笑いの鍵いらない。聞かせたかったです、私の歌。ああ、これはついてるね。すごいね。タイミングも。さあ、ケイちゃん、行きましょうか、はい。岐阜県の4番 S さんからいただきました。軟骨探検隊。軟骨探検隊。矢口が結婚、酒増える。軟骨探検隊。軟骨探検隊。ワイン片手にバスローブ。軟骨探検隊。軟骨探検隊。ブログですっぴん、ファン、畜生。安田圭です。ああ、そうそう。圭ちゃんの素顔を乗せてえらい話題になった。そうなんですよ。っていうのがあれ1年ぐらい前。そうです。へえ、早いね。さあ、もう一つ。はい。東京都の佐野厚さんからいただきました。ケメコです。ソロ写真集の撮影があると聞いて、喜んで撮影現場に行ったら、撮影現場が事務所の近くの路地でした。ケメコです。モーニング娘。時代。プロモーションビデオでメンバーなのに、大砲に入れられて飛ばされる役をしたことがあります。ケメコです。後輩がコンサートで私の名前を叫ぶだけで、会場中が大爆笑になります。自虐ネタならヒロシさんに負けないぞ。ケメコこと安田圭です。ああ、これはもう素晴らしいね。ケメコです。ケメコです。安田圭ですとか言うの。これはもう安田圭ですって言い切ってほしいね、ここはね。はい。名前言うただけ受ける時代があったけど辛いね、これまた。本当ですよね。未だにあれですよ、
ライブで、安田圭ですって言って、ウィンクすると、会場中が綺麗にユニゾンで、ウェーって言うんですよ。で、美味しいやん。女子かしまし物語っていう、それぞれの自己紹介の歌があるんですよ。で、それで、けめけめけめこの嘆き、椅子っていう、そういう歌詞の、歌詞を書いてくれたんですよ、つぶさんが。そしたら、知らない間に、ファンの人が愛の手を入れてて、けめけめけめ、猫の嘆き椅子ウェーって会場中がすごい綺麗にウェーってハモって言ってくれててびっくりしました。うん、吉本の浅川圭ちゃんと同じポジションに来てしまう。悲しいからね。女座長、女座長。女座長。女座長やね。初め、吉本初めての女座長。ああ、もう。みんな本当に新喜劇ばりにこけてくれるんですよ、メンバーも。バタバタバタって。美味しいやん。これは美味しいと思うのか、悔しいと思うのかやな。しゃあないわな。はい。道重、ロバのケツから。安田け。おしまい。はい、じゃあ最優秀作品は。それがもう今のはもう完全に安田けやろ。はい、じゃあ。安田けです。じゃあ、佐野篤さん、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ佐野篤さんには、すみません、佐野篤さんには挨拶入りの色紙をお送りします。はい、それでは勝手に脳からアルコールが出てるんじゃん。酔っ払いの髪型やね。違います。ごめんなさい。お前沢口先生ぐらい聞き取りに行くよ。やだはぁーいみたいな。あ、こうやってなっちゃうから滑舌よく喋りますけども滑舌よく喋りますけども全然聞こえないね。あれは素晴らしいよな。さあどうぞ。はい、それでは9月14日発売のニューシングルを聞いてください。モーニング娘。でこの地球の平和を本気で願ってるんだよ。コーナーは私高橋愛がモーニング娘。のリーダーとしてライブステージの MC やメディア出演でこれから噛むことがないように滑舌を良くするコーナーです。ヤンマスメンバーも今後のためにチャレンジしますので、さんま先生、誰の舌が滑らかだったか評価よろしくお願いします。チャレンジです。どうしても普通のコメントが噛むねんから、こんなコーナーしてる場合はないよね、ほんまは。そうですね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 。確かにすいません。もう本当に日常会話で噛むんですよ。そうでしょうね。そうなんです。どうしようもない。どうしようもない。はい、じゃあ、斉藤アナウンサー一つ目のお題お願いします。お題です。神戸市ラジオネーム、与之助さんからいただきました。
どこさヘキサエン酸、どこさいったべさ。どこさヘキサエン酸、どこさいったべさ。どこさヘキサエン酸、ヘキサエン酸、どこさいったべさ。あ、これいけるぞ、はい、これ多分簡単やわ。これ高橋でも今いけそうやからな。はい、行きましょうか、高橋。どこさヘキサエン酸、どこいったべさ。どこさヘキサエン酸、どこいったべさ。最初からいけるって。いきます。どこさヘキサエン酸、どこ行ったべさ。どこさヘキサエン酸、どこへ行ったかべさ。どこさヘキサエン酸、どこ行ったさ、行ったべさ。お前もたまにクリアせえ。これクリアできるわ。頑張ったら、あいこ。どこさヘキサエン酸、どこ行ったべさ。どこさヘキサエン酸、どこ行ったべさ。どこさヘキサエン酸、どこ行ったべさ。あ、おぉ、高橋ができたら、もうあと簡単や。あ、言葉的には、ちょっと近い言葉、小さい言葉。どこ行ったべさ。あ、せやだ。あ、お前、それがわかんかったっけ、道重。私は、確か、立ちつてとが言ってた。立ちつてとがあかんかったか。大丈夫。寂しげ行きましょう。どこさヘキサエン酸、どこ行ったべさ。どこさヘキサエン酸、どこ行ったべさ。どこさヘキサエン酸、どこ行ったべさ。あ、まあまあ、かなり、かなりクリアできてますね。さあ、ケイちゃん。はい。どこさヘキサエン酸、どこ行ったべさ。どこさヘキサゲン酸、どこ行ったべさ。最初から行きましょうか、ケイちゃん。ケイちゃん。はい。はい、最初から。どこさヘキサエン酸、どこ行ったべさ。どこさヘキサエン酸、どこ行ったべさ。どこさヘキサエン酸、どこ行ったべさ。これはもう、いや、3人がほぼクリアっていうのは初めてですからね、これ。これは簡単すぎましたね。さあ、続いて。はい。お願いします。お題です。千葉市、ラジオネーム、ビアンコネロさんからいただきました。大チーモン長中、中チーモン長中、小チーモン長中。あ、おーって言ったら今。大チーモン長中、中チーモン長中、小チーモン長中。あ、いけるか。これいえそうですね。これもいけそうやな。チーモン長中さんは、ハムレットで共演したんで。あ、そうか、名前は言い慣れてるんだ、お前。はい、言い慣れてます。あ、そうか、そうか。はい、吉本さん。大チーモン長中さん、行きましょうか。はい、行きます。長中さん。長中さんやな。あ、これほんならもう、高橋君お前すごいやな、二つともいけ、クリアということやろ。やった。はい、行きましょう。大チーモン長中、中チーモン長中、小チーモン長中、大チーモン長中、中チーモン長中、小チーモン長中、大チーモン長中、中チーモン長中、小チーモン長中。あかーん、アウト。惜しい、惜しかった。アウト。いや、この高橋がここまでできたってことはもう、あとは簡単にいけることや、これ。はい。他行入ってるけどね、これ。はい、頑張ります。長中があかんのか。長中、いきます。いくよ。はい。大チーモン長中、中チーモン長中、小チーモン長中、大チーモン長中、中チーモン長中、小チーモン長中、大チーモン長中、中チーモン長中、小チーモン長中。ああ、すごい。すごい。すごい、素敵や。いや、これさ、今日は2つとも簡単やな、これ。意外と簡単。高橋がここまで行けたっていうことやからな。さあ。はい。安田圭さん。いきます。大チーモン長中、中チーモン長中、小チーモン長中。最初から行きましょう。あれ、なんかもうわかんなくなって。はい。なんか小中頼むよ。小中、小中。小中。大ドッキ小中、大ドッキ中ドッキ小中とか。そっちの方が言い慣れてるかどっち。はい、大長中も長中。大チーモン長中、中チーモン長中、小チーモン長中。早口言葉ですからね。大チーモン長中。これ年のせいか、これは。遅いのは。はい。さあ行きましょう。はいって。大チーモン長中、中チーモン長中、小チーモン長中。小が言えない。小が言えない。お前がいつも言えてないやないか、もう。調子になりましたね。調子になってくれました。何年ぐらいから喋ってるお前は。はい、ゴー。大チーモン長中、中チーモン長中、小チーモン長中。大チーモン長中、中チーモン長中、小チーモン長中、大チーモン長中、中チーモン長中、小チーモン長中。遅い、遅い、遅い。遅い。ショーはやっぱり言わない。ショーがちょっと苦手。小チーモン長中。ショーが苦手みたいな。言うなよ、お前は。何一度言うただけでお前は上から喋りやがったお前は。はい、おしまい。高橋愛は癒せませんのコーナー。さあもうね、31歳を迎えたケイちゃんも、はい、半年ぶりに挑戦やけどね、はい、経験がないからうまいって言われたことないよねこのコーナーで。そうですね、あんまり褒められないですね。まあちょっと声も低いっていうのはかなりの、難点ですけどもね。声高い方がいいんですか。
可愛らしい方がやっぱり得しますよね、このコーナーは。あ、そっか。さあ、高橋から行きましょうか。はい、京田辺市の南蛮ダブさんからです。京都田辺市やな。京都、うん、京田辺市。京田辺市か。京田辺市。京田辺市ってあんの？はい。あ、そっか。京田辺市。はい。でも京都ですね。そうや。はい。すいません。いらんところで、これ出てくる。なんだお前。真剣に取り組めや、お前。真剣ですよ。はい、すいません。何でもしてあげる。え？何でもしてあげる。聞こえんやないか。何でも。でかい声だから何でもでかい声でかい声ちゃうわ頭おかしい女やろお前でかい声で何でもしてあげるっていうのは言わないよ何でも してあげるからっていう感じやからな、はい、何でもしちゃうやなそういうイメージや何でもしちゃう、はい、もっぺんけ、はい、何でもしちゃう違うわあれ何でもしていや、もう、言わされた感や、その、思わず言ってしまった感。言わされた。はい。言わされた感。ほう。ごめんなさい。わかる？もう言いたくないのに言ってしまった。言っちゃった。おうおう、何でもしちゃうっていうことで何でも、はい、け。はい。何でもしてやる。あかんな、お前は。わかんない、わかんない。やるか、お前。すいません。何年経ってわかんなぁ。すいません。道行こう。はい、行きます。和歌山市のチョベリグさんからです。まだ満足できないな。やっぱ、こっか、声が得意してる、やっぱりね。うん、まだ、もう、あれ、もうちょい激しいよ。まだ満足できないの？のバージョンで行こう。これできるか。道行こう。はい、行こう。まだ満足できないの？ああ、もっと興奮したやつ。まだ満足できないのっていうの。はい、行こう。まだ満足できないの。ああ、ほら、やっぱ一番ええわな。しげちゃんすごいね。しげちゃんすごいですね。すごい、でもすごい。天才やん。だから、これもし、ほんまに経験なかったらもう天才や。このコーナーに関して。だからもう天才やね。天才やね。はい。はい、ベテラン入ろう。はい、若林の。え、若林和歌山市のネバネバオクラさんからいただきました。もうどこにも行かないで。どうですか？演じちゃいますか？ちょっと今日高めの声で。演じちゃいますか？ベテランの味が出て。ねえ、ベテラン。今日ちょっと高めで。31歳にベテランの味。気持ち悪い。それを言うたら。あの、素直にケイちゃん。素直には、やっぱり高い声出しゃえ言うもんちゃうわ。はい。もうどこにも行かないで。あんなケイちゃんは。怖いね。怖い怖い。怖い？怖い。言ってないし、そんなこと。怖い。怖い。癒されるんで怖いって言われるな。どこにも行かないでって言葉が重すぎるやん。ケイちゃんはな。さあ、続いていきましょうか。はい、いきます。大阪市のメモリーさんからです。もう、これ以上我慢できないよ。モテなきゃな、この頃な。すいません。うん。ほんで、お前な、マイク頭に突き刺しそうになってるから。もうちょっと、お前マイクを突き刺してるから。確かに、確かに。あ、もっと言ってる、あの。はい。もう、これ以上我慢できないよ。違う、だから、もうっていう感じや。もうこれ以上我慢できないよっていう。あ、そっちか。うん。はい、我慢できない。早くっていうことや。次、はい、早くってが入ってくるんだよ。はい、もう、これ以上我慢できないよ。あれ我慢できないよっていう。我慢できない。早く言うっていうことや。早く。早くはいらんねん。いらないですか全部気づいちゃうから、演技指導してる一生懸命顔見て、新田さんずっと笑ってあります。本当だ、バカ笑い。命かけてはるみたいな感じで、ずっと笑ってあるから。早くしなさいって。はい、道しげ次行ってきます。神戸市の与之助さんからです。ああ、いいね。やっぱり。このままっていうやつじゃない。もうちょっと、このままの方力入れてみようか。はい。うん、もうちょっとこのままでいさせて。うん、このままっていうね。ちょっと、このコーナーだけ一回マスクしようか。はい、や、やすと、はい、姫路市の水平チョップさんからいただきました。久しぶりだから怖いって
だ途中ですよ。まだ最後まで言ってない。ケイちゃん、正直言わない。ごめんなさい。ごめんなさいね。ケイちゃん、このコーナーだけ、一回、麺かぶろうか。あいごあいごあいご。時間ないから。はい。はい、久しぶりだから。緊張する。うわちょっと。重い重い。終わり終わりも。重い重い。重いちょっと。さあ、今日は久々に、ね、準レギュラーなのに。はい、本当ですよ。半年ぶりというわけの。前回も半年ぶりだったんで。あー、なるほど。1位、2回目しかない。で、次も半年後って言われて、本当に半年後だったんですよ。あらはい。次、せめて3ヶ月後にしてもらっていいですか、今年中には。ねえ。ほんまやな、準レギという話で事務所から言ってんねもんな。そうですよ。なのに、半年って、まあまあ、この辺にはね、うん、その、やれ、吉沢だ、うん、それから若手のなんか、そうですね、女の子だ、はい、なんか来たりしてますから、うん、ケイちゃんに泣いてもらおうかっていうことやねやろな。ほんまはケイちゃんと中澤が交互に来る予定やってるもんな。なんかそんな話だったんです。そうそう、最初俺もそう聞いてた。中澤とケイちゃんが交互に。あれ全然半年に一遍の変わってきてるんですけど。ケイちゃんも忙しかったんちゃうかだから、うん。そんなことないですよ。舞台とかやってるからな。舞台やってますけど。舞台やってから忙しいわそれは。二ヶ月ダメってことやからねほぼ。また呼んでください。はい、ぜひ来てくださいということで、今日のお相手は明石家さんま、村上昌司、モーニング娘。の高橋愛と、西口恵美、安田圭でした。また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。